ひとえくライブカメラあるんであれちゃうの。ちょっと待って、左奥の方で誰かライブしてる？もしかしたらほぼほぼ大阪府警じゃない？もしかしたら白シャツ全員私服警官やねこれ。何よる 1,2,3,4,5,6,7 数えれる。多分心の底から阪神ファンの人たち。あの日、トラジロー、阪神が優勝した。道頓堀がやばい。道頓堀そんなやばいことになってんの。人えぐ人えぐすぎない？あれちゃうのって、ほら手前の人が、ライブカメラあるんであれちゃうの、あれちゃうの、あれほらって言ってる手前の人、携帯見ながらな。だからもう何がなんかわからんようになって思ってるやん。阪神優勝したが言うて、この中に阪神の優勝を本当に心から喜んでる人ってどんだけおるのかな。絶対 20-30% じゃない。あとなんか流れに身を任せて盛り上がってる人が多分大半やろ。頼むから飛び込まないでくれ、道頓堀の側に。このライブカメラの存在に気づいてる人も何人ぐらいおんねやろな。こんなとこにライブカメラがついてるなんて、俺大阪住んでる時気づかんかったけどね。てか興味なかったけどね。阪神ファンじゃない人も結構おりそう。いや阪神ファンじゃない人が多分ほとんどやと思うで。阪神ファンが 2,3 割いるその人混みの中で、なんでこんな盛り上がってんので、帰り際に立ち止まってる人が、ちょっと待って、左奥の方で誰かライブしてる、なんかみんなカメラ上げてこうやってこうやってなんか何やってんのこれ。大阪府警1300人体制なのに、これもしかしたらほぼほぼ大阪府警じゃない、もしかしたら。これ多分大半が大阪府警です。多分これほぼほぼ私服警官やね。白シャツ全員私服警官やねこれ。だとしたらもう帰ってくれ。なるよね。ちょ君何してんのって、バーって手握って、僕も警官ですって。あ、そうだよ、ごめんね。じゃ君何してんの。あ、僕も警官です。あ、そうか。警察官のチェーンデストラクションが始まるぞ。多すぎやろ。てかそれ 何撮ってんのって、それ何撮ってんのって、誰かライブしてんの。うわすげえな人混み。あ、ようやく来た、ようやく来たで。これ見てこの比率、黄色のユニフォーム着てる人が阪神ファンやね。見て、何よる 1,2,3,4,5,6,7 数えれる。 7、 もうなんならもうはけた。だからな、こうやってなんかもう変にクソほど盛り上がってる人たちってマジでね、心の底から阪神ファンじゃないと思うで俺。心の底から阪神ファンの人たちはすぐはけてってるわ。だって多分心の底から阪神ファンの人たち、あの日隕石が落ちて、この世界が壊れてしまった。殺せる私も。なんで俺と生きてる。偶然出会って死なない二人は長い長い旅を始める。旅路の果てに二人は望む安らぎを得られるのだろうか。キリングにキリングユー。もういい、もういい、もういい、もういいって。キリングミキリングユーいいって。急にお前異世界転生受けたって。おい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 、右の阪神ファンがめちゃくちゃ盛り上がってる。あーあーあああああ、トラジローが、トラジローやったっけあれ、トラジロー、ああトラジロー、トラジローお前そのまま道頓堀でお前行ってまうんちゃうか。気をつけろよ、やめてよ、道頓堀捨てちゃダメよ。うわめっちゃ高く上がってる。トラッキーか。うわちょっとなんか阪神ファン擁護できなくなっちゃった。道頓堀にいる友達情報やねんけど、落ち着いて警察おらんくなってから飛び込むやつおるらしい。いや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 、その飛び込んでるやつがもしかしたら警察かもしれないよ。
今道頓堀このライブ配信のさチャット欄見た？今から30分後にここに来て脱粉しますっていうコメントあったぞ最悪やな、もうちゃんとしたクソ野郎やな